12月1日日曜日、阿戸川公民館で高島市人権の集いが開催されました。開会行事の後、高島市内の吹奏楽愛好家で組織される高島吹奏楽クラブ月組によるミニコンサートが行われました。コンサートではテレビドラマのテーマソングや演歌メドレーなど5曲が披露され、素晴らしい演奏でオープニングを華やかに飾りました。その後、3600点を超える応募があった人権啓発標語の優秀作品16点が発表され、受賞者に表彰状が授与されました。表彰式の後、高島市出身の俳優、三沢慎吾さんによる一人芝居、決断命のビザ、杉原中根物語が上映されたほか、ロビーでは人権啓発パネルの展示などが行われました。集いには約300人が参加し、人権の大切さを考えるひとときを過ごしました。